フライデーに日差し様が筑波大附属高校でのことが書かれていましたね。筑波大附属高校3年生の証言が書かれていましたが、授業の移動の時とかで体育館に移動する時に知らないおじさんやおばさんが立っているようですね。もちろん校舎はセキュリティも厳重になったから警備の人が所々に立っているようですね。もうその生活にもようやく慣れてきたようですが、門も橋の通用門だけが通れる状態になっているようです。これまで別の門の方が近かった生徒も遠回りをして通学をしているんですかね。そして保護者用の通行証がなければ今は通れなくなったようですね。ちなみに帰り道にたまたま久志さんを見た学生のエピソードもあって、後ろから背広の男性が来て先にどうぞと言ったら結構ですそのまま歩いてくださいと言われたから、後ろを振り返ると久志さんが歩いていたようですね。まあ帰りも駅は当然使わずにどこかから車で帰っているようですね。久志さんはいくつかの部活に体験入学したようです。そして最初はフットサル部に体験入学したようです。この部活は女子部と合同の合宿もあるようで本気の運動部のようですね。それで結局は入部はしなかったようです。そして久志様が今一番関心をしているのがバドミントン部のようです。筑波のバドミントン部はまだおとなしめで部活もしたいけども勉強もやりたいっていう人が多いようですね。ただバドミントンって遊びじゃないからかなり運動量もすごいですよね。ちなみに全校集会では皇室の人がいますが普通に接してと先生が言ってたようですね。それにしても今の段階で部活を決めてないってやる気なさすぎですね。もうどこの部活も新人戦に向けて練習しているはずですが、ちょっと遅れて入ってきたら教える方もやりづらいでしょうね。それも後続だったらなおさらですね。なんか遊び程度のバドミントンと勘違いをしているのかもしれませんね。高校生のバドミントンといったらものすごい激しい打ち合いになるでしょうからね。久志様は髪の毛を隠しながらやらなければいけないから、すごい周りからしたら迷惑な新人になるでしょうね。久志様は小学校の時もぶっちぎりのビリと報道されていたし、虫を取っている映像もどんくさそうでしたよね。なんか久志様がスマッシュを打っている想像がつかないですね。スタミナだけでなく瞬発力も必要なスポーツですからね。定型校で入った部下も強制的に入らされるんですかね。ちなみに久志様の映像では12歳の時の佳子様と眞子さんと一緒にシャボン玉をして遊んでいる映像が流されていましたよね。ちょっとあれもありえないですよね。小学校6年生になってシャボン玉ってそんな小学生はっきり言っていませんよね。だいたい幼稚園か小学校低学年で卒業する遊びですからね。発達障害の可能性が濃厚だから帰宅部にしとけばいいのにバカですね。何でも優秀設定にしたいんだろうけども、さすがに筑波大附属高校は隠しきれないと思いますけどね。まあ久志様の情報が今後どうなるのか楽しみですね。ちなみに週刊女性でも久志様のことが書かれていましたね。ゴールデンウィーク明けてから間もない通学風景について書かれていましたが、まだジャンパーを着ていたようです。メーカーはデサンタの服を着ていたようです。やはり警備の人が中に多いことも書かれていましたね。昭島ご夫妻は赤ひげ大賞の表彰式に出席されていましたが、今回が引き継いでから初めての公務だったようです。オンライン公務を継続しながら地方公務を再開させるハイブリッドと紹介されていました。ちなみに現在の皇室典範に従えば次は昭島県に移るが、昭島様がかつて即位するつもりがないということについても書かれていました。2017年6月に上皇様が生前退位を実現する特例法が成立しましたが、その時に昭島様は兄が80歳になった時に私は70代半ばで、それからは天皇陛下にはなれないと発言されています。この報道に宮内庁が否定をしなかったから多くの人が真意だと受け止めました。そして2011年の誕生日会見でも定年制というのは必要になってくると述べられているようです。それで昭島関係者も月日が変われば気持ちも変わると思われていたようですが、あの昭島という本で自由になりたいという気持ちが出版されたわけですね。皇室への熱意よりも人間的な自由を求めたわけですね。ある一定の年齢を超えた時に余生を大事にすることということで、それが天皇であっても同じと答えているんですね。人間として人間的に生きる権利を主張しています。これは上皇様の体についての受け止めで答えられたようです。さらに2019年に皇室になった時の心構えも聞いたようですが、求めていた答えは返ってこなかったようです。小田部教授も天皇陛下が生前退位された前例があるから、秋篠様も高齢を理由に辞退される可能性はあるでしょうということで、幼少の頃から全くそういうことを考えずに育ったわけですね。つまり皇位継承という心構えが全くないわけです。今さら皇位継承者としての心構えや生活態度を整えるのは難しいでしょうと書かれていました。ただ皇嗣である以上は次の天皇陛下となるべく心構えや生活態度を養っておくのが務めで、久志様が一定の年齢に達して皇位継承者としての心構えや生活態度が身につく前に退位をほのめかすのは軽率な印象を与えかねませんと書かれていました。まあ久志様も功績離脱があり得るということでしょうね。ただここでは天皇である父を受け継ぐことが帝王教育の一環になりますが、久志様の場合は秋篠様を習えないということですね。ただ久志様も一切帝王教育を受けていないし、それどころか作文盗作をしてご指摘に感謝ですからね。裏口入学で天皇陛下になれるわけないですからね。ちなみに秋篠様が仮に75歳で即位を辞退されたら、久志様は34歳で即位されることになって皇后となる相手へのプレッシャーは計り知れないということですが、相変わらず愛子様の可能性については書かれていませんね。
まあ、悪神様が追求する自由は、ひさし様に重圧と困惑と化してのしかかるということですね。ちなみに、悪神の本に関しては、実はあの、悪神家を擁護しまくる人で有名な竹内久美子さんも気持ちが悪くて、まだ読んでいないということでした。あれだけ毎日、悪神家を擁護するのに、読んですらいないんですね。しかも同じく、擁護をしている人の解説では、最悪の本で皇室を壊すのが目的だとまで書かれていましたね。でも悪神様が承諾をしなければ、この本も出ないわけですが、そのことはどう思っているんでしょうね。まあ、あまりにも、レビューが批判が溢れてしまったから、擁護をしにくくなってしまったのかもしれませんね。そして、江森さんのせいにして逃げる気かもしれませんね。それか、悪神家擁護にも色の種類があるのか、よくわからないですが、私だったらもっとうまく書けたのにとか、そういった気持ちもあるのかもしれませんね。これだけ広告をかけまくって宣伝をしても、レビューは星 1.6 が平均だし、逆効果だと思いますね。ヤフコミとかだったら報道統制をしてコメントを非表示にできるかもしれませんが、こういう本のレビューは消すわけにはいけませんからね。ようやくレビューでも、皇族という不自由な環境では、自分は一般人というマインドを持つが、金銭面とか都合のいい時だけ皇族として振る舞って、それは私欲ではなく天然だからということですね。だから眞子さんが結婚するときには、皇族が該当しない憲法24条を持ち出して正当化をして、皇族としては兄の在場さんに文句を言って、自分は改修工事に40億円以上かけて当たり前という感覚なんですね。自分の都合のいい時だけ皇族モードと一般人マインドが切り替わるということですね。まあこれが意図的にやっていたらダメだけども、悪神様は天然だから悪くないということですね。まあしかも、ニューヨークの小室さんに対しても、身の丈に合った生活をしてくれればと言っておきながら、当然国からの税金も使われて、警備をされて、自分はニューヨーク総領事に面会をして、娘をよろしくとお願いしているわけですね。こういう感覚だから、国民の事実に基づく批判も誹謗中傷に聞こえて、言論統制を考えるわけですね。それにしても、113人がレビューをして、82% が星一つになってしまいましたね。大体本の紹介として写真が使われているのが、雅子様と愛子様が不在で、悠仁様とか眞子さんが写っている写真ですからね。明らかにわざとですね。これだけでもふざけていますが、それでも悪神家信者からも不評なんですね。それならレビューも高評価はこれからも期待できそうもないですね。最初は星3つぐらいが平均で、星5つも結構ありましたが、これは星5つにしてもらうように何人かにお願いをしていたんでしょうね。まあ、マルチ新聞を対処してフリーでやるんでしょうが、今後どうなりますかね。ちなみに NHK の皇室担当も担当から外れるようですね。眞子さんの婚約をスクープした時には、小室圭と2回面会したことも明かして、知的で温厚な好青年という印象を持ちましたと言っていたようですね。今は国民の誰一人、好印象を持っている人はいませんけどね。まあ人を見る目がない担当者だったということですね。ちなみに紀子様の解任もこの人だったようですね。妊娠6週目でしたよね。ただ悪神という本では、悪神様はテレビでしか見たことがないと平気で嘘をついているわけですね。悪神家からの情報がなければ、こんな報道はできませんよね。小室圭に2回も面会しているし、清子様の解任も一番最初なのに知らないってことは、悪神様はずっと家でお酒ばっかり飲んでアルコール中毒ってことなんですかね。ちなみに担当を解かれた橋口さんは強く残留を希望していたようですね。それで抵抗して他社に行くことも言っていたようですが、今は解説委員などを担当することになったようです。まあ NHK も最近は紅白歌合戦がなくなるとか、いろいろと言われていて、会長も手がつけられないのかもしれませんね。ただ傾きは変わってきたのかもしれませんね。まあもしかすると、悪神様が宮内庁に関係する人に相談したというのは、この NHK の人だったのかもしれませんね。それで結局は、小室圭がやばいやつだと言ってくれなかったから、テレビでしか見たことがないと言われたのかもしれませんね。佳子様の英語入試も NHK が報道したけども、悪神ご夫妻とごく一部しか知らないはずですからね。まあ悪神様が辞めさせたのか、NHK の改革なのか、とにかく流れが変わるかもしれませんね。悪神の本も結局は売れても評価が最悪だから逆効果だし、小室圭さんも逮捕されたら、悪神家のとどめになるでしょうね。とにかく悪いことに関与した人たちはみんな逮捕してほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。